江戸は将軍のお膝元、千葉は堀本、どうも堀本です。このクソダサい挨拶変えたいんでね、なんか思いついたらぜひコメントください。すぐ変えますんで、でですね、今日お話ししたいのはですね、クラウドファンディングの話ね。クラウドファンディングって今ちょうどあれなんですよね、僕がやってるクラウドファンディング、あの村に露天風呂を作りたいっていうクラウドファンディングが、本日で終わりを迎えますね。でずっと拡散したりしてね、あと8万円ぐらいかな、あと8万円で達成ってところまで来てるんですよ。62万円ぐらい集まってまして、でだから残り8万円どうにかかき集めようと思って、いっぱいメッセージ出したりしてて、今ちょっと気分転換に動画撮ってるって感じですね。で、クラウドファンディングしてて思うのはですね、やっぱりね、誰か宛ての手紙ってやっぱパワーがすごく強いなっていうのをものすごい痛感するんですよね。多数に向けられた演説じゃなくて、あなたに向けられた手紙っていうのがやっぱり現代に求められてる要素だなってめっちゃ思うんですよ。お金くださいっていうことをですね、こう多くの人にボワッと発信するとですねみんなね、誰かあげるだろうってやっぱ思うんですよね。俺じゃない誰かが渡すだろうって思うんですよ。なんかまあ言うたら大道芸人がよく大道芸して、さあ皆さんお金入れてくださいってやるじゃないですか。あれね、なんだろう、多分効率は悪いなと思ってて、あのシステムじゃなくてですね、誰かの家に大道芸を見せに行って、で大道芸を見せて、はいお金くださいって言うとですね、まあ断りづらいっていうのもありますけど、やっぱね、まあ俺のために大道芸見せてくれた、お金払おうっていう認識になるんですよね。だから大多数の誰かではなく、その人にお金を出してもらいに行くっていう方がね、結構現代的だなって思うんですよね。だから何が言いたいかというとですね、クラウドファンディング成功のコツはですね、ブワーッと多くの人に上手に発信するっていうよりは、もうむしろ地道な地場作戦でですね、一人一人にこういうことやってまして、なんとかさんも好きだと思うんで、ぜひ読んでみてくださいと、で共感したらお金くださいって直接言うと、やっぱりね全然違いますね、コンバージョン率が。キングコング西野さんも最初に絵本のクラウドファンディングした時にフォロワー一人一人に DM を送ったそうです。突然すいません西野と申しますつって、それゆえに何千万だか集まったっていう結果が出たわけですよね。だからね、今日のまとめとしてはですね、民衆に向けた情報ではなく自分に向けた手紙を好むということですね。なんか皆さんも何か広めたりとかお金もらったりとかしたいときはですね、民衆に何かを投げかけるっていう実態であったとしても、その人個人に投げかけてる、その人内容コピペでもいいので、その人個人に投げているっていうクローズドの場所で言う手紙に変えるっていうのがすごく大事なポイントだなと思います。なんかやるときにお金集めたい人はぜひこれを覚えておいてください。演説より手紙の方が100倍効果があります。以上です。